今回から太平洋戦争について学ぶ、ゆっくりマリサだぜ。太平洋戦争ってのは、アメリカ側から見た日本との戦争史だ。1941年の真珠湾攻撃から始まり、1945年の10月に日本軍が武装解除するまでの戦争。今回はその太平洋戦争がなぜ起きたのか、経緯と概要を説明させてもらうぜ。まず、日本がアメリカに真珠湾攻撃を仕掛ける前から、中国に侵攻していたんだ。宣戦布告していなかった日中戦争以前の戦いは、日本ではシナ事変、中国では抗日戦争と呼ばれた。この戦いでは、アメリカやイギリス、フランスやソ連は中国に対して、軍事的な援助をしていて、日本がアメリカとイギリスに宣戦布告した翌日に、中国は日本に宣戦布告して連合国の一員となった。その頃、ヒトラー支配下のナチス、ドイツと、ムッソリーニ支配下のイタリアが、フランスなどのヨーロッパ諸国を占領しており、日本の対米英戦線で戦争は世界を巻き込む世界大戦へと発展した。宣戦布告を行う前に、日本はドイツ、イタリアと同盟を結んでいた。1940年9月27日に日本、ドイツ、イタリアの間で、締結された日独伊三国間条約。この条約は簡単に言うと、ソ連にはちょっかいは出さないようにしよう、アジアは日本のもの、ヨーロッパはドイツとイタリアのもの、今喧嘩している相手以外が喧嘩しかけたらみんなで潰そうぜ、という条約となっている。日本がこの条約を結んだ経緯としては、日中戦争で支援を行っていたアメリカへの牽制だな。シナ事変が4年も続き長期化している原因である支援を止めることができれば、制圧することができると考えていたわけだ。しかし、そのアメリカはどう考えていたかというと、戦争をする理由をずっと探していた。イギリスがドイツとの戦争で負けるかもしれないと、内心ヒヤヒヤしていたわけだ。本当はドイツを倒したい。だが、国内の世論はドイツとの戦争に反対だった。そこで、日独伊三国同盟を締結している日本に目をつけて、石油輸出禁止や、ハルノートを提案したわけだ。これにより、日本は真珠湾攻撃後に宣戦布告、アメリカ世論は日本、ドイツ、イタリアと戦うことに同意した。つまり、何が言いたいかというと、日本が真珠湾攻撃したのはアメリカによって仕組まれていたものだったということだ。このアメリカの思惑も太平洋戦争が起きた一つの要因となっている。日本が戦争を行った大義名分として、大東亜共栄圏の建設という目的があったこと。中国や東南アジアに日本を名刺とする経済、政治上の一大ブロックを建設して、各民族と共存、共栄を図るという目的だったから、日本から見た戦争というのは、大東亜戦争、と呼ばれる。日本を名刺とする、というのは、天皇を名刺とする、という意味であり、共栄圏の建設は、八公一宇の実現であるということだった。八公一宇とは、地の果てまで一つの家のようにまとめて天皇の統治下に置く、といった考え方だ。神武天皇の建国の精神を受け継いで、大東亜共栄圏を建設したんだな。大東亜共栄圏は、この八公一宇の考えをもとに、新聞紙や学校、職場や軍隊などで繰り返し説かれていたようだ。石油を止められたことが直接的な戦争の原因になったとも考えれて、開戦の詔書で書かれている自存自衛のため決然たって、開戦したことが当然に思える。ただ、日独伊三国同盟を結んだことで、日米関係が取り返しの不能な状態になったと考えれば、外交の失敗である、大東亜共栄圏の建設が目的であるのであれば、それは不可能に近い神話を体現しようとしているように思える。ただ、私が思うに太平洋戦争の原因をたどれば、シナ事変にあったという結論になると思うかな。日独伊三国同盟を結んだのも、中国の支援を行うアメリカへの牽制が目的だったからな。こんな具合で太平洋戦争が始まったわけだ。戦争が起きたのは、
このように色々な原因が混ざっていて、何が良くて何が悪かったのかわからん。だが、シナ事変を知ればこの原因について理解できそうだな。今回の動画はここまでだ。高評価や低評価、コメントなど気軽にしていただければと思うぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。